延山 SL ランドは、長野県南作郡南木村延辺山181の位置に、かつて存在した遊園地である。1986年8月に開園。八ヶ岳登録の延山高原、JR グループの最高標高地点の近くに、作られた0.1ヘクタールの小規模な遊園地であり、園内には軽便鉄道規格の遊技鉄道が、設けられ、蒸気機関車を呼び、 ディーゼル機関車が運行されていた。また、その他の乗り物やメインハウス、土産売り場などがあった。小海線よりさらに標高の高い位置を走行していた。また、日本一標高の高い場所を走行の胴体保存中の蒸気機関車でもあった。2018年8月31日をもって閉園した。台湾東京講師で使用された SL 及び 基礎森林鉄道の DL の胴体保存運転を行っていた。機関 762mm の一周 350m の周回線上を走行していた。機関車に牽引される客車は2両であり、前がオープンタイプ、後が窓付きタイプとなっている。軌道上には踏切もある。運行時間は10時10分16時10分発の30分間隔。 と、土休日とゴールデンウィーク夏休みは、SL、平日は、DL の運転となっていた。手作りオルゴールの体験工房があり、授乳室、ゲーム機などもあった。また、身体障害者向けに車椅子専用駐車場、スロープ、トイレなどが完備されていた。土産売り場は客車型の建屋となっており、オルゴールキット、SL グッズなどを販売していた。ありがとうございます。